で、これちょっと10年ぐらい早いというか、なんやったらもう一生の中でそこの域に到達することはないかなって僕はもう目指しましたけど、もう無理な気がだんだんしてきて、なんとなく微妙に辛いなと、ああここまでかって思う。まあ内容はどういうことだとね、要するにすごく面白い芸術で素晴らしい演奏がありますよとか、すっごい鋭角しておりますよとか、ものすごいアクロバティックな体操できる達人いますよとかいうふうに、世の中の経済や工業などを含めて人類っていうのは芸術を用いて金が動いてるわけですよ。でこれがもう太古の昔から現代に至るまで、古くはローマ時代から現代に至るまで文化というものができてから、そういうふうな世界があるわけですね。でこういうフィールドのこう中で結局全ては宣伝を僕たちもやってますけど、結局いいですよ、すごくいい踊りですよ、絶対見とかな損ですよって言うた段階で、その踊りはもうダメになるんですよ。なんでかっていうと、いらんものがくっついとって、いらん宣伝がついてるからです。そんなんやったら僕らのビジネス、音楽ビジネスはもう成り立たなくなりますけどね。でも真の芸術追求っていうのは、そういうふうな理念に基づいて生きるっていうフィールドですね。風刺家電ですね。風刺家電、聞いたことありますか皆さん。風刺家電、風の姿、ほんで、顔は何やったかな、鼻のスタイルですわ。風刺家電、なんか紅茶の名前みたいでしょ。風刺家電、1000年ぐらい前の能の秘伝書ですね、日本の。でこれが世界的に結構有名で、芸術の表現者として何たるかっていうものは、その風刺家電に秘密がある。まあキリストイエス・キリストの聖書みたいなイメージで、バイオルみたいなもんで、いろんなヒンズ教とかいろいろある、ゾロアスト教とかいっぱいあるじゃないですか。でそういうのの中 の, この経典みたいなもので、芸術の経典としてかなり強い支持を得てる、クロートの世界でずっと秘伝で一子袖で北斗みたいですけどね、受け継がれてきたやつ でそこで言わんとしてることは何かっていうと、すごいですよって言った瞬間にもう汚れたもんやっていうことなんですよ。ただそこにあるだけが最高レベルっていう、ただそこにレッテルがついたり冠がついたり、パッケージがあったりとか、マーケティングがあったりとかした瞬間に、その品物が悪くなるんじゃないんやけど、もう汚れたものなので、礼儀新たかな芸術というラインはもう諦めてください。本当に超人の芸術を目指すんであれば、その法則性を破らないでくださいっていうのが、その主に書いてあることなんですよ。いろんな言い方で書いてますよね。ということにつながることをちょっと言うたんですよ。そのいらないことを考えないでくださいって、考えたらいいってされてるじゃないですか。例えばね、分かりやすく言うとね、演奏アマチュアの時代で下手くそやってライブやっとするようになりましたと、で店で出させてもらうようになりましたと、ほんで分かったような素人の客とか、偉そうな客とか、お店の人とかがアドバイスしてくれると、でそういう状態の中で年齢層を見たり、顔つき見てな、曲層曲とか決めたらな、決めたりな、空気とか読まなあかんねんで、プロはお前らアマチュアやろって言われるんですよ。正論ですよ、一理ありますよね、商売という意味で。でそういう風に育っていくんですけど、それ自体が実は骨髄系であるということですよ。だから本当はそんな人情論がありましたら、店も経営があるからやらせてもらってんねんから、集客に努力してっていう部分があって当然なんですけど、でもそれで集客して演奏が盛り上がっても、その演奏は正しい演奏とは思いませんっていう考え方なんですよね。ただそこにあるだけやのに、人が足を止めて心奪われてしまうレベルのもの以外は全部クズの偽物の誰かの都合の金が動いてるもんであるっていう、汚らしい汚らしいみたいなことをいろんな言い方で書いてる古文書なんですよ。みんなネットとかで調べたらすぐ風刺家電は出てきますんで、2ページぐらいにまとめたやつがあるのでそれで十分ですわ。要するにただそこにあるだけっていうのもまだ早いんですけど、ただそこだけ、そこにあるだけをやると、ただそこにおるだけになってもらうから関係ない手でポイントをいっぱいつけたりとか、サービスしたりとか、
握手しますよとかサインしますよとか、もういらん別件で客をとどめとかなあかん、まだ腕っぷしやからでこれをそれをせんでもええようにしたらいいですね。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。